お疲れ様です。今日はですね、こちらドリルロケットやっていきます。ということで、まあ高回転ドリルですよ。はい、もう攻めまくって、後からボンバーとか、まあゴブリン、インフェ、その辺で回収していきましょうっていうデッキなので、めちゃ攻めます。はい。まあ攻めるときにはもう本気で10割で攻めましょうっていうデッキかな。だから防衛は、なんか後から頑張ればいいかなと思います。さあ、ペッカの人っすね。ペッカ工場だ。ペッカ工場で、これ、スケだとね、またね、なんか、ユーの抜けとかゴースト抜けがってなるんですけど、ゴーブリンなので、あ、これマジチクってやべえか。このね、最近気づいたんですけど、ゴーブリンぶっ壊れ。知ってたけど、もともと。ワンチャンマジチク、やめて。マジでね、ゴブリン、最近高回転デッキ、ほとんどゴブリンじゃねえかっていうぐらいゴブリンなんですよね。あー、ガーゴがちょっと嫌ですね、私は。よいしょ。はい。もうマジゴブリン、ほんと陸系、万能すぎて、やばいっすね。まあ、スケートのデッキもあるんですけども、まあ、ゴブリンでいいよね、みたいな。めっちゃ行きます。あー出た。劣化工場あるあるの許容の民だ。真ん中がやばい。終わる。いやでも、おインフェ大活躍。よくやった。危ねえ危ねえ。てかペッカリタゲ取ってたんだ今の。いや幸せっすね。結構今のはでかい。いやうまいな。ゴーストでドリル確実抜けて、ユーノは許容してボンバーをユーノでやる。いやうまいっすね。受けが。これねユーノ走ってくっかな、このボンバーをね餌に。走ってこない。まあこれガーゴいるんで。ああそれすごっ。え待って、やばい、うちのユーノなんかちょっかい出されてる。いやーちょっと入るの幸せ。いやーこれ幸せ。で真ん中ガブきます。真ん中ゴーストも来るかも。ああすごい。さあ適当に運命してあげて。本当にロケットを今撃つ必要があったのか論がありますけどね。ドリルボーイでもよかったみたいなとこありますけど、これさもう俺タイブレークで勝ちなんで、多分時間ロケットのダメージさ知ってるだろ。これ終わんないのか。終わってほしい。おい危ね。てかゴブリンが好きだったら多分ぐっちゃぐちゃにされてたかもしんない。ゴブリンゲーです今のクララワは。さあまあ今みたいな感じでドリル、ユーノ、ゴーストはいねえか、ハイスピードで削りながら、最後はロケがあるんで、ドリルロケがあると思えばだいぶ削れます。はい、しっかり守ってちまちま削っとけば。おおすごい。なんでその独特なスケは絶対ミスっただろ。いやーめちゃくちゃいい受けするな。良すぎるだろ。いやー良すぎ。やめて。微妙な言うの。あいこれ大砲使ってくれるならまあいいでしょう。26っすね。まさかの26か。まあホグ抑えれれば絶対カンプいるっすね俺。頑張れそうだけど、マスケが地味だるか。マスケがね。いやー、攻めっとしてほしかったけど、さすがに。ちょっと対打します。
いや、これイチコスがね強いんですけど、はみ出るのも強いんですよ。いや、ボンバープラスのドリルがね結構優秀なんでね。こっちかな、ユーナこっちに取っときたい。おい、いや、これね、タエンのね、大事っすよ。え、ホグ今一発入ってないっすよ。次はインフェ。いや、確実に守るの大事なんですよ。で、ちょっかい出しながら、これね、勝負出るときが、裏ドリル結構いいです。で、なんか U のボンバーファイスみたいな、何それみたいな攻めがね、結構良かったりします。で、ここ、1コス用の、完璧すぎるウッドしてない一コス用に。で、裏にドリル飛ばすとなんかね、時差が生まれて結構いい感じになるんですよ、こうやっていや、マジこれがね、このデッキの強みというか、ドリルを使う上でのテクニックみたいなとこあるっすね。知っといて損はない。いや、これはね、なんかあるんで、あそこに一回攻めないわ。大砲あそこにあったらなんか攻め損な気がした。で、この辺一回もうかます、ちょっと削りたくなったんで一回かまして。いや、はみ出る。いや、はみはみ強すぎあれあれ、あ、これ始めマスキョーク来る、俺の予想。いやー、誰やそれ。いや、ボンバーね、地味強だからな、なんか2コスで無視できないこの感じね。さあ、インフェさすがに止まる。このファイスピー届かないか。ホグもう一回来ちゃうですね。最悪防衛ロケまで見える。ああ、全然俺のなんかあれと噛み合わねえな。なんかまあおとなしく守っといても良さそうだな変なことせず全然ドリル飛ばさんやんってなるんですけど、飛ばすか。じゃ、怖い。ビビリロケ攻めるとしてこない。いや、なんかドリルの受け苦戦してるあ、あげましたねよしよしよし。いや、わかる、ドリルはみ出る、本当にはみ出る。どんだけ頑張ってバルキリーとか置いてもなんでドリル殴っとんってなる。あれ、なんか修正してほしいっすよね、もっと受けやすいように。まあでもそれがね、あの強いしラッキーで勝てるんでね、はい、僕はドリルめっちゃ好きっすね。さあ、まあ、裏ドリルね、刺されば気持ちいい。まあ基本前でいいっすけどね、基本前で攻めたい時だけ。お、おいしい、槍ゴブ。ああ、マジアチオールブレイカーだな。ああ、これキンキされちゃう。まあいっか、キング起動。まあ、しゃあないです。バルキリーですね。ボム。ボンバーに行く。ゴブリンが。はみ出ない。さあ、マジアチオールブレーカーか。マジアチは、あげるっすね。お願い。来てほしかったな。まあこれやりこぶだと思うんで、さすがに端前ボンバーでもよかったかな。お、おしゃんな。まあマジアチャだけっすね。まあ、分かってでもきついんですけどね、マジアチャって。まあ最後後半行けば、いや、ロキ削りあるんですけど、マジアチャ何体出せるだろうねっていうチャレンジになっちゃう。ああ、出してくるんだ。
攻め打っときそう。本当に来た。バルキリーマジアちゃんはロキ打ってもいいかな。お、なんかいやミスってたけど。ずっとしてこない。まあロケ削りかもね。これもしかしたらこっから、あでかい、それ早めにさよならしよう。いや普通に手前でよかった、それなら。なんかだいぶ相手の魔女ちゃん寝てるとはいえみたいなとこある。いやあのバルキリーやばいけど、はみ出てる、でかい。はみ出しに結構ねこの辺から願っていかないといけない。飛ばしまくって、マジャチャを出されるだけ。やばい、出していくな。うん、いや美味しい。いきます、削んなきゃいけない。あと守ればいい。その変な入ってる。耐えろ。え、なあ。いやでもロケでかいっすね。ほんとこういう時に、こういう時のためのロケみたいなとこあるんで、てか呪文なければなんとか守るといいことあるかもね。さあアハメドくんよろしく。まあ、ちまちま行かしていただいて、いや前にも言ったことあるけど、ボンバーをもうね手札に回ってきたらね、取り間ケツから出しまくった方がいい。ボンバーはケツから本当に結構ガチで、なんか2コスでアドは取られないんで、こいつでネクロ、え、お前は弱いカード誰、何頑張ってんの。さあもうちまちま削る。これエリポンジャイアン多分ダクピーいます。え、なんだこれ、だいぶ重い、重いな。いやまあ普通にね、行き過ぎぐらいで勘弁してあげよう。いや裏ドリルとかにしとくと、こういう時にいいことあったっすよねっていう話なんですよ。いやーこんな単発スケラねー、こんな受けちゃうダメージ。おいスケブボーラー、
ネクロ、なんか嫌ですね。嫌です。非常に。あのゴブリンちょっといいな、スケラ受けに。ゴブリンだけ。そんぐらいかな。まあインフも強そう。ジャイとか来たらもう顔面に。あーザッピーいんのか。なんで。いやあれロケでしょ、絶対ロケでしょ。青い頭がもうやだ、見たくない。いやこれボーラー残してるっすね相手さんは。こっちに使わしてちゃっちゃしばいて、よしよし。でもう一回こっちに行かしてもらって、そしたら今度俺はまた左サイドに行かしてもらってのサイクルをしたいが、ロケ打っちゃいたくなっちゃったな。いやーえロケしてんじゃん、もう混ぜてほしい。混ざってこいあんたならいける。スケブコロイン、打っとけないでした。さあということでちょっと嫌でしたけどね、やっぱ高回転だからこその相手のボーラーが間に合わなくなったりしますね。やっぱ攻めまくるの大事っすね。さあモハ、なんかアハメド来てモハ来てモハメドライトやんけ。さあこの人はあのエリピーです。エリピー三重視です。お、おいしい。あーヒースピー回した感じね。打っとったらさ、言うの2段階で飛べれん。うおめっちゃ声出た。ちょっと待って、暇すぎてこれ。あーめっちゃ下がるやん、やばいやばいやばい。なんかやった、なんかえやばいやばい、なにこれ。嘘って言ってほしい、嘘って言ってほしい。なんでそんなダメージ入るの俺が俺が。えってか相手陸地味多いな、地味多いよね。ユーノゴルナイ、なんだ、なんか何でだけ取られたんだ。タルババが、タルババ、いや、そうっすね。3? なんか、レイジもあるんすよ。俺の記憶上。ああ、だから、対空が3種オンリーか。ガオがいなくなったんすね、ジャイ3子から。ゴブジャイの背中の槍ゴブリンで、空は大丈夫やろっていう。背中に託したんだな。いや、ゴブジャイゴルナイユーの、なんか、ダッシュデッキだな。ダッシュで頑張ろうとしてるやん。いやだね、そういうの嫌い。え、マジ。ああ、言います。はみ出ろ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 はみ出て、いやーそのレイジ強いって言ったから。いやロケ、やべ吐きそう。お、ミスってる、ミスってる、ミスってるよあんた。こんな幸せなリポある、こんな状況で、こんな大事な感じの時に。あ、これ強いや。え、そんな、え、壊れすぎじゃね。ちょ待って、今びっくりしたんだけど、インフェとさゴブリあってさ、そんな壊れる、これやべえ。守れんって。あれい
いや守んないと勝てないんだから守れ俺。よし、もう一回走られたら負けです。危ねえ。これドリルロケでさ、スーピー逆転撃していい？すべてに当たる。お前らどっか行け。あ、やべ。え、なんかこれだけ怖いで、絶対来んな。あー、なんか飾りが来た。持っとったんや、やっぱジャズや。いや、あぶねー、いや、あぶねー。いやー、よく耐えた。出た、クレム、ペッカラムだ。ペッカラムのサンスペで、マザネク入りみたいな、俺の記憶だと。タルババ咲いたってことはチャンスだね。まあ、一旦ボンバ出して、え、違う、エレジャーになってんのか。ペッカにボンバ入んねえもんな。さあ、まずは施設チェック。エレジャーで受けてくるか。これは残るっすよ、何体か。この辺のインフで釣れるんじゃね。釣れんかったらどうしよう今の。あ、おいしい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 。あ、これも終わって。いや、生きてー。行っちゃうぜ、いっぱい。サーカスタイム。いやー、これなんかもうちょっと綺麗に受けれそうでしたよね。あー、相手の受け素晴らしい。悲しいことに。あ、うっ。いや、苦しい。いや、でもこれはフェニーが厄介なだけで、いや、ボンバーもやだけどな。いや、ロケット打ちてー。ロケット小さいけど、ボンバーいないサイクルだと思うんで。裏ドリル、端前優のゴブリン追加まであったな、正直。攻めと打ってくとなんか、ええこと起きん？いやー、微妙か。さあ、適当に耐えて。あー、やばいそれ。痛い。穴の鳥はね、ほんとどうにもできないんですよね。ボンバーやって、お上手。こっちにボンバー出せ。出さない。これ意外と受けないんじゃね？っていう俺のこの名推理。お、いいウッド、ボンバー。お、もうちょっとなんかあった。いや、これボンバー絶対回んないんで。あ、これこれです。で、エリジャイとかじゃね、知らんけど。いつもと違うので、前も後ろも、後ろがちょっと耐える。いや、これがちょっといいやつですよね。裏ドリル良かったんかは知らんけど、一応やっとくか。さあ、俺の負け筋はまたあいつだよ。あの、何名前、
金髪。お前に名前などいらない。いやーインフェ好きっていうのでボンバー処理で、もういっぱいいっちゃうよっつってビビるぞ相手も。これいや全然ビビらん。やべ、俺のがビビってる。あ、これやばい、やばいんか。いやウッドで相手のタワーまで巻きみたい。贅沢。あ、やばい。それおお奇跡。ロキ打ちたい、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 ロキ打ちたい。打って大丈夫これ。打ってよかったね絶対。やべえこれ、誰がどう見てもやべえ。あ、でも皆さん俺にはあのもう一個シーツがあるんです。で、人に耐えてもらって、はいはい。まあ多分 LJ にはねフェニックスに食われない、そして金髪が暴れない、そういったことがなければ相性は良さそうな。結局ボンバーで守られた次のターン、ボンバーが相手がいない時にやりに行けばね、はい、処せます。チャンネル登録、高評価お願いします。では、大塚ちゃんです。またね。